おごってもらえる仮面含め方しょっぱいお疲れ様です。サンキューベッド結構です。本日は2ベット6825円のプラスでした。確実に取るために少なめの金額でした。クレーコートはマジでやばいということで。確実に取るために6800円と、はい。クレーコートはちょっとクレイジーらしいですね。はい。えー、GoPro Hero9 が来ました。 オズポケット沖縄で沈没したので GoPro 買いましたということで。何代目みたいな。わしずさんのね、奥様対談の編集ちょっと終わったんで、公開しますからね。カメラ何代目みたいな。何代目カメラ何代目 <laughs> これ結構いい感じで編集できたんじゃないかなと思うんで。GoPro 9いいんすね。インカメ。あの、液晶ついたのがめっちゃいいですね。ちょっとこれ買いですね。 ま、ちょっとレビュー見て、いろいろと、このね、僕ね、GoPro 買わなかった一つの理由に、GoPro 8はなんか拡張で、なんかそのマイクとか、拡張でその、あの、液晶モニターつけられるみたいんで、いいなと思ったんですけど、こっちつけられるよなっていうか、そのうちこっちにインカメの液晶つくよなと思ってたんですけど、つきましたね、とうとう。うん。だから GoPro 10かなぁ。 うーんまあちょっとね、これはあの、僕がもう望んでたこの <laughs>、自撮りしかしないんで僕、基本的に、結構。これはね、ありがたいですね。うん。だからちょっとね、GoPro9 寝たのか、わし、わしず情報から、ちょっとあれですね。わしずさんのがもうどん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 詳しくなってますよね。GoPro9 僕出たこと全く知らなかったですね。 全く知らなくて、和室情報で初めて検索したら、もうみんなレビューしてましたね。はい。ということで、影響も買っております。おります。